超久しぶりに回るパーティー3、わしの負けだ。俺じゃなくてわしっていうところがもうなんか年を感じるね、ワリオって。ということで、何ヶ月ぶりだろうね。もう3月だか4月だかとか、そのくらい、まあ、5月とかが、そのくらいにやってから、ちょっと裏でね、まあ、なかなかね、実況を撮る以外でゲームをやるっていう時間がないんで、まあ、ワリオとの再戦をね、なんとか無事、終わらせたというところでございますね。はい、ということで、ようやく知恵の輪っかを手に入れましたね。タラタテー、やったー、これでネイルの愛ゲット。私もこれでゼルダ姫なんだ。ブクブク進化、はいはいはい、すいません、調子に乗っちゃって。ということで早速やっていきましょうか。今回はどんな松戸だ。なんだ、声がダセーな。知恵のスタンプは渡さんの、おっそってか、待って、ミニクッパってこんなにいるの。あれ、こいつって子供じゃなかったっけ。部下なんだ。ずっと喜んでるけど大丈夫こいつ。あ、こんな可愛い退却だー。そう、だからうちさ、三人兄弟だったから、なかなかね、こう、一人でこういうストリーモードを遊ぶみたいな機会ってのがなかったからね。ということで早速やっていきましょう。いやー、今回こそ収録中にしっかりと1位を取ってクリアをしたい。うん。それを目指して頑張っていきたいですね。マリオさん、ようこそ、やっぱりパパ、こちらになりまして、めっかめっか進化、難しさ1位。難しさ1なんだから、こいつらもね、1位になってるね。ごめんなさい、はい、説明上です。はい、大丈夫です。行きましょうか。よっしゃ、なんか、まあ、1匹なんかちょっと違うのがって言おうと思ったけど、まあ、哺乳類という大きいくくりで一緒にしてあげましょうよ。ね。さあ、ブクブク深海ですね。スター何十個取れるかな。一旦2、3個くらい取れたら嬉しいな。とりあえずミニゲームを全部クリアするっていうことを、ちょっと目標にやっていかないと、そこで差をつけるべきだからね。うん、待っていたぞマリオって。他の3人も声かけてあげてよ。ピーチとドンキーとルイージがすごい悲しそうなって目をしてると。お前に優しさが一番ねえからな。ということでさあ、2番目か。まあまあまあいいだろう。でもなんかさ、こないだの実況の時も多分記憶の彼方では確か順位がその順番がそのまま10位になったような気がするんですけど、まあ、無駄遣いはしないけど散財はする予定なんでよろしくお願いします。ということで、まず早速1個目のスターはどこだということなので、ここだ。あ、ぐるっと回ってこなきゃいけないということですね。だからハテナマークさえ踏まなければ無事にまあそこまで20個さえ貯めてればなんとかなるかなとかっていうところだけど、まあ果たしてどうなるかってところだよね。うん、ということで、ここに募金をさせていただきます。そして私はキーン、やめておこう。で、多分みんな上の方行くね。ということで、早速、ダダダダダダダーと、おー、ありがとうございまーす。ダダダーン、あなたに5コイン差し上げます。こういう時だったら4が出るんだったら4番目が良かったよな。そしたら一気に15コイン稼いでさ、もう早速、スター、ダダダダン。だから、序盤にスターを、もう1個獲得しつつ、かつプラスで、ないわー。マジでないわー。ミニゲームを勝ち続けたら結局これ勝てるんだろうなって思うんだけど、みんなで私とかだったらマジで乗っ。よし。マジで乗るところだったわ。すごいなー。初ターンで全部を失う女。こんなやつを毎回助けてるマリオの身って。さあ、ルイージー永遠の3番手どうなるかなー。もうピーチ姫よりも順位下だからね。あー、よし、じゃあ3対1でボッコボコに。なんでやったことあるミニゲームになるんですか。もしかもドッスンドッスンって結局さ、もう、ABZ でしょ。俺はどれだ ?A ですね。A ですね。こんなん一人が言うに決まってんじゃん。おい、行きましょう。え?あ、連打したらダメだったんだ。ごめん、俺のせいで負けたかもしんない。おい、急げ。おい。俺のせいで負けるなんてことはないですよ。早いな、こいつら。オッケー、食らってる間に。よし。あ、いや、急ぎ。遅いわ。ほんと遅いわ、お前ら。何やってんの ?10 コインを失った女に何また10コインを献上しているんですか。ボーナススターありがたら、もうこいつ優勝ですよ。すいませんでした。最初の A ボタンでを連打しすぎた私の責任でございます。大変申し訳ございませんでした。あ、これ上行ったらまたダーってくるてってってってペンペンってなる。買わないんだよね。まあ貧乏人だもんね。さーて、2ターン目やっていきましょうか。早速だけど、ま
ップヨーストーリー1。まあ、同速でも結局あの20コイン貯まるか貯まらないかっていうところから重要なんでね。はい。ってことで上に行ってらっしゃい。さようなら。お前すげえな。ミニゲームスターも取ってたらハーブニングスターも取っちゃってるってか。なんだよ、もういきなりスター2個ゲットしてるようなもんじゃねえか。負けねえかんな、ヒゲ親父が。おっしゃ、ということで、お前早速、うわ、ダガダダダダダーン、バッパーじゃねえかよ。マジか。しかもコイン足んねえやつばっかそっち行かねえのかよ。まあいいじゃねえか。あの、いいかいいかいいか。ってことは、ライバルがいなくなったということなので、私が一番最初にコイン。もう、このミニゲーム、超嫌。本当に嫌。これ、ノーミスで行ったとしても、こいつらね、あのね、マジで早いの。この間、ヨッシー、クソ早かったかんな。よっしゃ、負けねえぞ。イン、イン、イン、インをついて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 。あ、膨らんだな。膨らん。膨らんブルエッグしたらもうダメ。で、一回でも落ちたらもう終わりだから。よいしょ。おい、キョ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 。再現キプクプク。プク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 。お腹プクプク、ミクプクプク。合わせて、お腹をスライディングのケース3つ取って、よっしゃ、いけいけいけ、よし。俺の勝ちだ、俺の勝ちだ、よし、よし、いけ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 。ドンキーごと切り、よっしゃー、俺の勝ちできたー。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ。そして弟は氷漬けになって、芝漬けになりましょう。松前漬け、俺の勝ち、しゃー、ミニゲームスターゲッチュー。俺の勝ちだ、まだまだ甘いや。尻の青いドンキーどもめ。三人に増やしてやるよ。あ、いいな。あ、違うわ。何ゲットした？キノコ。あ、いいな。そう、進む系のアイテムマジでいいんすよ。キノコにしろ、スパキノにしろ、スパンキングにしろ、なんだっていいんすよ。もう、やだ。本当にやだ。なんなの俺、4、3、1ってさ、もう、まだ2桁も進んでない、マジで。どうなってるわけ？こうなってるわけ？やばい！このまま行くと、アイテムじゃ、コインが奪われる。コイン奪われる前にスターを取りたい。ちょっと10とか9とか8とか出してくれたら、なんとか稼げるんじゃないか。このまま行くと多分20コイン奪われて、あ、まあいいや。とりあえず、次のミニゲーム勝っちゃいいんだよ。それで OK。さあ、何が出てくる？ぴょんぴょんは嫌、ぴょんぴょんは嫌。溶けぞ、クラッシュ。もうなんだよ、このハッフルパフみたいなゲーム。ということで、ジャンプして逃げていくんだけど、これ30秒間逃げ切るっていう自信が全くないんだよね。逆に動くと負けちゃうっていう、そんな気がするから、とりあえずひたすらここに固まってカッチンカッチンってなっていきましょう。はい、さよならピーチ、バイバイ、お前さえいなくなればもうなんとかかんとか勝てる気がする。さあ、10秒が経ったところで2つ目が降りてくる。さあ、どこに降りてくる？さあ、そこに降りてきたってことは、おう、ドンキーコング、キンドンキー、危ない。さあ、ドンキーもさよならですね、ドンキー、あい、おけつが、これ残り1人になった瞬間にも勝ちとかなのかな？そういうことではないよね、危ないよね。弟よ、まだ兄のために、まだ兄のために、うわー、マジかよ。我が兄のためにそのケツを差し出したまえよ。なんで生き残ってんだよ、しぶとく。うわー、マジか。ここで勝てなかったら、結構きついかもしれないね。このターンでもぶっちぎっていくか、ぶっちぎろうとしてるゴリラがいるな、ほんと。ドラミングはパーでするのが基本なんですよ。グーでやるって言ったら、市役所に出てきた、なんか、自殺しちゃっただったか殺されちゃったか忘れたけど、みんなをみんな見下している男の子にさ、ほんとバカだって言って怒られるから気をつけた方がいいよ。ドラミングって、あ、そういうことか。ぐるっと回ってくるってことか。お前やるじゃねえか、チュー。なんでだよ、しかもそっち行くのかよ、あーさよなら、皆さん、私のこと忘れないでください。1111、もうみんなだけずりってそんなでっかい数字ばっか出しやがって、おら来いや、マリオ。お前、絶対今度、クッパにさらわれても助けてやんねえからな。おら、何コインだ？ 10 コイン、オッケー、10コインだったらまだ許せる。おら、稼げるじゃねえ。だ、でもそうか、俺今、スターが取れる場所にいないんだって、しまった。やっちまったな、どうしよっかな、ほら。盗んだ5コインで走り出す。募金をしながらさらわれろ。どうせお前そこでまた、うわ、ずるいってそれは。で、どうせあれだろ、飛ばされて、あっち来るんだ、あっち、あ、そっちの方向に飛ばされるってことは、あ、どうなんだろう、これわざと飛ばされて、スターが取りやすいところから飛んでいくのかな。そうだよね、だってもう連打する気がないもん。飛ばされる。はい、バイバイ。お前言ったけど、それはゲロまみれだからな、スタート地点だった。はい、お帰りなさい。で、どうせこれまたピーチと組まされるんだろう。ピーチと組まされたらもうやばいよね。でもピーチと組まされるのドッキーと組んでさ、ギリギリなんかスター取れそうの。うわ、みんなと組むのかよ。まさかの2人と組むっていうことになると思ってなかった。そしてドキドキフィッシング。ドキドキフィッシングはね、この間ね、必勝法を思いついたから、俺はもう絶対勝てるよ。
うん、絶対勝てる絶対勝てる、オッケー来い、だったらだってだったらちょっとだったらちょっとドンキー早いって、おら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 、甘いね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 、ほら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 、甘いね甘いね、あー嘘、なんか違う、なんか違う、嘘、わーピーチピーチ頼む、ピーチ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 、20秒で終わるゲームなんか聞いたことがない、嘘だ。こないださ、兄貴たちとさ、一緒にマリオパーティー3をやった時にはさ、逃げ切ってたのに、うーわー、しかもいつの間にか気づいたら逆転されてた。誰かが10コインパクるからだよ、洋館かぶった赤姫よ、赤姫じゃねえや。桃色クローバー Z 目、お前もこっち来んのかよ、ようこそ、ベルカム。もうついでにさ、なんかさ、逆側にいるやつもあると、母ちゃんでっけえんだよな、クラーケン、ダー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 。クラケン、こういう時にでっけえ数字出してんじゃねえよ。あー、どうしようかな。じゃじゃじゃーん。欲しいものがあっても我慢できるか、無理です。やったー。何くれるのかな。逆さまキーのこと。よっしゃ、テレベル。最後の逆転、そしてテレよけすって。誰かがテレサーじゃねえや。誰かが、アイテムじゃねえや。なんだっけ。もう分かってるし、もうずっとこのティッシュ喋ってたら頭が回んねえし、もう、体中の酸素という酸素がもう、なくなってね。今、マジで酸欠になってね、死にそうになってる。そしてお前には絶対にやらせねえから、発射用意、準備、オッケー、ブーン。なんでだよ。なんでだ、飛ばされるな。そしてなぜ俺が一人だ。オーケー、どこどこかくれんぼ、よっしゃ、全員さらけ出して、服も、かきむしってやるからな。ピーチ姫、お前そのかぼちゃパンツ俺に見せやがれ。さあ、スタートボタン押して、発射準備、オーライ。俺はボタンを押すだけの簡単なお仕事でございます。さあ、まずは、キノコが大好き、ピーチ姫、お前は絶対に下にいること間違いなしだ。だってお前はシャーブシャーブしてるんだろ、お前かい、お前がシャーブシャーブ、しかもすごい上手だな、全員が違うところに隠れているという、そういう仕様がなかなかやるんだけど、なんとなくこう丸太木かぶりに隠れているってことが分かった気がするんで、さあということで、真ん中をポチッと押したら、お前かよ、そしてうまいな、上手だな、さあラストエスケープだな、本当にマリオパーティーさ、どっちに行ったかな、おっと今の隙間で隠れたと思ったらやっぱり移動することができませんでした、残念でした、またおいでルイージ、さよならバイバイ。よく考えたらいろんなところにキノコが生えてるんだね。さあということで、まあミニゲームスターの座はまあ俺とルイージで今争っているというところなのかなというところなんですけど、いまだにコインスターはなぜかね、あーもうすでに3分の1が経過したところで誰も持ってないの、本当なさ、お前が一番最初に取るのか、嘘だか、マジかよ、そんなの聞いてないって、うわこのままだったらあれじゃん、やべえじゃん、とりあえず進み方がもうマジでなんなん、もうさこの5ターンをやった中でさ5以上出たの1回しかないの、もうこの鈍足でどうやって勝てっていうの、もう皆さんには1位を見せることができないまま終わるかもしれないんですけれども、そうなったらそうなったらまあ許してくださいよ、さあ1出してどうせまたお前もこっち来るんだろ、みんなで運ばれようよ、さよなら、もうクラーケン、はい、デイビー・ジョーンズがお出ましでございます、はい、真ん中のツムをたくさん消すよ、また一人なんですよ、ドタバタミックス、これは勝てないんだって、これは一人が絶対に勝てないゲームなんだって、で、潜るは連打だったっけ、連打しなきゃいけないってのは、これぜ、もう絶対勝てないから、もう絶対勝てない、もう絶対、おっ、おっ、どっ、どっ、おい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 、よし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 、ほい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 、ピッピッピッ、あ、やばい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 、こっち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 、危ない危ない、さあ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 、おいで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 で、後ろから、あれだよ、ティラノサウルスが来て食われて、あーって、最後、モーササウルスにバックンって言われて、あっ、ワンって。ちょ、待ってね。あのね、心臓止まりそう。お前もコインを奪われろよ。何その絶妙のところ止まってんだよ。やっと出せたよ。なあなあ。
だって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 なんだもう弟には容赦なくぶわってきてやっかな。まあ本当あの1位のさ誰だっけ、あのドンキーのコインをあの10コイン以上奪うことによってなんかさあのあれですわ、コインを奪えない状態にするっていうのもあれなんだけど、でも多分ね14コインしかなかったらなんか全部奪えない気がするんだよね。まあせっかく稼いだにとっていかないでくださいよということでギャンブルやりません。ちょっとねここはねあのあおなんでだよなんでだよ、やっと来たと思ったらなんでコインなんだ、コインなんかたくさんあったってゴリラに勝てねえんだって、このクソドラミング野郎に勝てないんだよ。あちゃあったからたったったった、こういう時に限って踏み上がって、おーめえもう次のターン絶対にもう飛ばしてやっかんな。そうしてお前持ってねえやつばっかじゃねえか、クソ野郎がもうあれたつ、絶対に1位を取って死んぜます。ていうかマジで全員ダメじゃん、うーよ、早く、しかもまだやったことあるゲームなんで選ばれるのよ、おかしいだべ、早押しで答えるってか。 ABZ ね、 ABZ、 OKOKOK、 いいでしょう、 ABZ のどれかだね。はい、木の手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 、テレサ、木の手、木の手、木の手、に、木の手、木の手。オッケーオッケー、あ早い早い、コインがない奴らが早い、飯かよ、3位だったじゃん、うーわ、しかも1位待て、3位どころじゃねえ、4、遅っ遅いどころじゃないよ、こいつらが早すぎる、0.14! もうなんかもう、あれじゃん、適当にかけてましたみたいな感じじゃん。腹立ちんこだわ、ほんわ、34コインずつ、ただ20コインを失って、こいつら俺に追いついてきやがった。マジか、そして帰るのかよ、帰んのかよ、もうまたデイビー・ジョーンズ。マジか、で、次のターンどうなるんだったっけ？さあ、開いてないの、開いてないのを開きなさいよ。あれそんなになんかあの開くのがなかなかシビアなゲーム、じゃあ間違えた間違えた、開くのシビアなゲームだったっけ。ということでノーミスで俺登ってってやっかんな、お前そのピンクの塗装してペンキまみれでペットボトルしやっかんな、本当にもう全部赤色に染めてやるよ本当。あーなるほどね、さて適当にゴロ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 、おい緑色何やってんだよ、入射角と反射角くらいわかんだろうがよ、こっちの方端っこ行っとけよ、こっち逃げてってよ、でおい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 、残念でした、ほらほらお前のお尻を差し出しなさいよ、後ろからブツッと刺してやるからよ、何かしらの穴を3つ目4つ目開けてっかんなんやろ、そこのメーターがボッコボコになるまで俺は走り続けます。くっそ結局勝てねえんだよな、お姫様調子に乗って俺のコインを盗むから、そういう罰当たりなことが起こるんですよ。そうして俺からコイン奪わないでくださいよ、3位から取りなさいよ、1位のくせに容赦ないんですよね、調子が悪いんだったら俺の A 連打でさあさあ、どうも5023コインとか取られるんだろうな、しかもねあのね詰めれんだがね、ほら予想通り、もうマジで予想通りだったわ、はぁもうなんで1位を優遇するゲームになってんの、もうありえねえでしょうよ、ほんとにもう体全身が熱くなってきたわ。ということで12345こういう時に OK11、 さあどこに飛ばされるか見ていこうじゃねえか、突然だけあなたを飛ばします、うっそっちの方に飛ばされて、よっしゃいいだろう、そっちの方に飛ばされることによって A 連打で泳いで、うおーうおー泳ぐ気ない、これっぽっちもない、飛ばされてピョン、さあ奪われたコインはすぐに取り返すのでございます。まあていうか、まあ、そもそも手元にテレベルがあるからね問題ないんだよね、テレベルを持っているということはちょびっとじゃ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 ーん、何を取ったってやって失敗してんのかーい、でもお前何どうだどうするどうする、4オッケーいいね、タタ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 タせーや、スーパー、うわってことは確実に次のターン取るってことじゃん、次のターン確実に取るっていうことは、逆さキノコでさよならバイバイで後ろの方に取り戻してやっていきましょうということですね。さあ何になったんだろう、ドッスンパズルとか出てきたらさ、おー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 、まさかの、ウォーウォーウォーサワーになって踊ろうですね。オッケー、いいでしょう。じゃあ、ね、これはもう卑怯な、卑怯な作戦で、卑怯な作戦しかもうできないですからね。はい、これをね、あのね、見ながらね、やっていくということですね。ハンマーよし、バナナに兵法ですね。はい。で、キノピオ、キノピオワリオ、もう忘れた。とりあえずヨッシーがいる。とりあえずヨッシーがいれば俺の勝ちだ。よっしゃ、行くぜ。まずは、左下に卵。上にキノコ。じゃな、あ、上にキノコだね。で、下にマリオで、ドンキーコングがと、ドンキーコングがちょんちょん。マリオが右下。ちょ、ラナもこ、なんかもうさっきから、
あ、ちょ、つかめないんだよ。つかめてないんだよ。もうみんなめちゃくちゃ適当だな。もうマリオとルイージ、マリオが好きすぎ、あ、違う、間違えた、マリオとルイージが好きすぎて、もうなんかもういろいろと無茶苦茶になってるんだよな。もうみんな記憶力がバーカになってんじゃねえか。もう、ほんとバーカな、集まりだからバーカ、バーカ。よっしゃ、行きましょうね。くんで、こっちでぐるぐるっとなって、おいしゃ、俺は10点満点の30点です。イェーイ。満点とは。あ、疲れた。パパ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 パツツツツツツツパパパパパパパ、じゃあ俺だけの勝ち、やばいですね皆さん。まあ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 、まあ、いいだろう。よし、俺の勝ちということでありがとうございました。よし、じゃあですね、このまま47で2位になのし上がったところであんまり意味がないんだよな。さあ10、あー、こいつもあれか、ポコインをパクられて、パクられてもよかったんだけどな。で、どうせあれだろ、また飛ばされんだろ。で、いいところに飛ばされて、いいところのお坊ちゃんになって、突然だけどあなたをどこに飛ばす、左しか、あ、まっすぐね。で、スタート地点に戻ってスターを取りに行こうと粘る、頑張れ。さあ泳ぐんだ。まあゴリラ、あ、でもゴリラ泳ぎ気ないな、残念でしたね。あ、まあ、じゃあ泳ぐ気あるわ。あ、残った、生き残った、なぜだ、残った残った、発見多いということで、一生懸命頑張ってね、あのスターを取りに行こうとしているバカたちがいるんだけれども、はい、残念ながらこれで場所移動します。俺の目の前に現れます。ごちそうさまでございます。キノコ魔女よ、どうせスターの位置を変えろって言うんでしょって。あのね、ランプの魔性はね、あのね、3つをね、叶えてくんなきゃいけない。まずはね、スターを100個俺に持ってきなさい。終わり。で、どこになるのかな？嘘だろ？嘘だろ？ドンキーコング？ちょっと石を出すか、逆さキノコが使いたかった。マジかよ。ちょっとそれは聞いてないですね。コインを奪いましょう。とりあえずコインを、頑張って41枚以上奪ってくれ。41枚以上奪ってくれたら早いな、連打がクソ早いな。てか、こいつが奪った23コインを俺の手元に戻って、おい、19コインじゃ4コイン赤字なんですよ、あなた。もう全然仕事してないじゃん、マジかよ。本当にもう情けないな。もうテーサー名乗るのやめたら、そして5コインが奪われる。助けて、ヘルプミー。ということで、じゃあ一緒に、はい、飛ばされましょうよ。飛ばされちゃいましょうよ。どこに飛ばすんだろうね。左下かな。もう、ってことはこっちに行くってことは、どうせもうドンキーに取られるっていうのが分かってるんだったら、俺はもう一回このまま、あ、助けて、そのままヒュッて行きますよ。そのままじゃあドンキーは生き残っていてください。どうせお前が取っていくね、あの、あれですよ、コインとスターは俺のものになるだかんな、なるだかんなって、もう日本語になってんよ。ポイポイポイ。で、これ取ることによって、果たしてどっちになるのか。で、無駄にスーパーキノコやっぱり使うよね。何にも関係なく無計画に今使うべきかどうかもわからぬ。次、スターがどこに来るかもわかんないのに、所詮はお前は脳のないですね。緑色なんですよ。緑色の液体なんですよ。潰されたイモムシと同じ色をしてるんですよ。さあ、20歩歩いたところで一体どこにたどり着くかというと、無駄に5コインを募金して、無駄にクッパ踏んで、で、みんなでコイン渡しだと。さあ、こっちに進んでって、なぜかもう一周するんですよね。あー、で、こっちサイドに来て。で、どうせあれだろ、俺からスターかだかコインだか奪うんだろ。でもお前の、あれだな、手持ちのコインだったらあれだな。そうしてまた俺一人か、なんかめちゃくちゃいじめられてない？しかもドタバタミックスレースって、こんな過酷で難しいことないでしょうよ。上下移動、右スピードアップ、左でスピードダウンってか。さあ、で、しかもこいつらさ、めちゃくちゃ速い予感しかしないんだよな。おい、うわー、しかも、うわー、あいつがリップ使ってる。マジかよ、おい、よいしょ、オッケー、よいしょ、オッケー、ぶつかりさえしなければスピードダウンした。ちょ、待って、シンプルに俺が下手すぎる。チャー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 、下手すぎる。やばい、こんなにぶつかることなんかないって。普通はないんだって。おー、ちょ、こっからノーミス、こっからノーミス。オッケー。こっからノーミス。ドンキーコングじゃ、キラーを扱うことはできまへんでしたな。その穴に沈んだまま、攻撃力6で爆発し、沈んでいってください。さあ、って、66コインまで溜まりましたね。で、どうせ、